はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。今白鷺公園に来てます。で、宇都宮のね標準木の、開花予定日っていうかね、予報日は予定日ってことはないなそれは桜に聞いてくれっていう感じだよね。開花予報日は、3月20日、今日ですねになっているそうです。で、多分今日あたり咲くのかなと思ってね、今ちょっと、歩いております。今役場の職員の方が何かやってますね。多分駐車場も夜間は違法駐車放置できないように、ポールをね立ててるんで、毎日ね職員の方が来て、駐車場を開けてるのかなと思いますけどね。今日はね、早朝今9時なんで9時半かな9時半なんで咲いていなければまた夕方来たいと思います。まあ 5,6 時間違うとね、やっぱり差が出ますからね。あ、だいぶピンクになってんのかな。あ、だいぶピンクになってますね。チラチラ咲いてるか。また咲いてないな。もうちょっと。あ、でも、あ、花びら半分開きかかってますね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと条件の、咲き始まった。始まりましたね。なんか蹂躙咲くと開花っていうことらしいんでね。はい、蹂躙になってますね。パッと見た感じ蹂躙はあります。はい、開花宣言しちゃいます。よっこいしょ。三脚持ってこなかったんでね。よっこいしょ。どうだろう。あ、真ん中、あ、ちょうど真ん中になってる。よいしょ。わかりますかね、ここでね咲いてるのね。ちょっと拡大すると手持ちなんでブレちゃうんですけど。はい、桜咲きました。よっこいしょ。ダメだ。あまりね画面が動くと目が回っちゃいますんでねめまいしますんで、まあパラパラ咲いてます。10個は間違いなく咲いてますね。はい、おととしがやっぱり20日だったかな。おととしが20日ごろだったんでね、去年は遅かったのかなね。だからもしかすると今日20日なんで19日の夕方来ればね、本当に咲き始まりが見られたのかもしれないですね。ちょっと昨日はね東京の方へ米の配達行ってましたんで、ちょっと夕方もう5時ぐらいになっちゃったかな。ちょっと西日だよね。まあビデオ持ってこようかなと思ったんだけど西日になっちゃうんで、どこだ、どこ撮ってんだろう。全然違うところか。この辺を撮るとよいしょ。ああ違うな。どこだああやっぱりダメだね、三脚持ってこないとね。夕方もう一回来ます。やっぱり自分の顔の位置持ち上げまで上げて、カメラがぶれないようにするって結構きついよね夕方ねもう一回来ます、自転車で。多分ね、公園、子連れさんなんかがいると思うんでね、まあそういう人たちの邪魔しないように、まあ、夕方は自転車かバイクでね、はい、もう一度行きたいと思います。はい、じゃあ次の動画をね、ちょっと期待してください。はい、今日はね、今日はっていうか今回はこれで、撤収します。いや自分のね顔の位置で、まあそんなに重いカメラじゃないんですけどね、重いカメラじゃないんですけど固定するって結構きついですねちょっと無理です、花撮るのは。はい、じゃあありがとうございました。今回はこれで一回終了します。こんな感じですね。
はい、午後になりましてね、もう一度来ました。今朝ね、桜咲きましたっていうねレポートしたんですが、三脚持ってこなくてね、咲いてる桜じゃない桜が取れなかったものですから、午後ね、三脚を持ってやってきました。まだ数輪なんでね、咲いたっていう言えるかどうかってね微妙なんですけどね。はい、よっ、よいしょ、よいしょ。はい、これですね、まあ一番、桜の、並木にね向かってね一番最初に出迎えてくる二輪ですね。はい、で、多分ね、午前中の動画でも言いましたように、栃木県の標準木も、一応開花予想日が、3月20日になってましたんでね、今日あたりチェックして、咲いたよっていう宣言が出てるんじゃないかなと思います。はい、上の川町のね、はい、潮崎公園の桜10人以上咲いてますんでね、はい、開花です。お付き合いありがとうございました。